か梅のお花の香りがすごい、めちゃめちゃ梅です。こちらは大犬のふぐり。春だね。これよくね、小さい頃この蜜吸って舐めてました。ただここはこういう道の脇に咲いている植物たちっていうのは比較的除草剤をまかれることとかが多いので、まあ食べないように俺はしています。除草剤撒いてるかどうかわかんないけど、人があまり立ち寄らないところとかにこの植物が生えていれば、お花のここを取って、ここをね吸うと甘くてね、美味しくて小さい頃ずっと吸っていました。道路に花びらが散ってますね。うわすごい、まあ、まだ咲く花もあるね。この前よりかははるかに咲いていますね。ミツバチは来てない感じだな。まあ飛んでるのも見れるんですけどね。まあもうちょっと暖かくなってからこっちに来るのかな。まあ現場に行ってみます。改めておはようございます。今日は養蜂の現場に来ています。この前の養蜂動画から1週間、約1週間が経ちました。あの時は結構あったかかったんだけど、今はね、あの時よりもそんなにあったかくないっていうか、ちょっと肌寒いなって思いますね。まあそれも自然なんでしょうがない。花もね、このくらいの寒さ、まあ、何度だろうな、風が冷たいんですよね。気温は高いのかもしれないけど風が冷たくて、そうなるとね、ミツバチもあまり活動はしない。まあ中の確認をしてからお花にミツバチが、まあ、どこのお花に行ってるのかちょっと確認しようかなと思っています。やっぱりこの前よりか比較的蜂がおとなしくなったかなって。この前の動画見てもらった人は分かると思うんですけど、結構カメラにブンブンと蜂が来ていたかと思います。でもね、こんだけカメラを近づけても蜂がこっちに攻撃をしてこないっていうことはね、比較的この場所、まあ落ち着いたような印象を今受けています。働き蜂たちが花粉と蜜を取りに入り口を出入りしています。お、花粉を、白色の花粉を持ってきて、黄色い花粉も持ってきていて、これ蜂の花粉、足にね花粉をつけた蜂ですね。これ多分梅の花粉なんじゃないかな。なんでこいつ入り口入んないんだろう。まあミツバチもね、いろんな性格がいます。生き物なんでね、のろまな蜂もいれば、慌てんぼうの蜂もいれば、夜遊びする蜂もいれば、真面目な蜂もいれば、ほんと可愛いですね。お、これもね花粉つけていますね。これお花の花粉と、あと蜂蜜をね練って混ぜてね、花粉団子を足につけて運んで、まあ、タンパク源にしています。女王様が子供をたくさん産むのにはね、とても必要なご飯です。この前はね、ここの
この巣箱の入れ替え作業をやったんで、この巣箱とても元気がいいんでね、まあちょっと中見てみようかなと思います。おくんはこの前見てすごい元気だったから蜜をたくさん埋めてると思います。まあこれこう蜂の巣の木の枠の上にねたくさん巣を作ってますよね。これ無駄巣って言って、ちょっと巣箱がもう狭いのかもしれない、蜂の量が多すぎて。まあ、これは後で煮詰めると蜜ろうになるので、綺麗に取ってきます。あ、この中にもね蜜が入ってるからこれ食べちゃおうかな。あ、めちゃめちゃうまい。あ、これ梅の蜜ですね。めちゃめちゃうまい。これめちゃめちゃうまいぞ。これなんでこうやって無駄巣を取るかっていうと、まあ、箱をね開けるときにねくっついて作業しづらいからです。蜜蝋にねなるからね、すごくまあ綺麗にね剥がしてあげて自分たちで使います。まあ中ちょっと見てみますか。手前の左側から開けてきます。比較的端っこ側に蜜を溜めますね。あ、でもこれ全然ないな。これはこの前やったかな、蜜が完熟した証拠としてね蓋をこうやってするんだけど、これは越冬用の去年の冬前にあげた餌用のね巣なんで、これはこう剥がしちゃって蜜舐めろっていうことをします。無駄な巣は作るけど、この巣には全然蜂がいないってことは蜂を分けなくてもいいかもしれないね。まあちょっと置いときます。これは梅の蜜だね。もうなんでわかるかっていうと、この蜜蓋、蜜蓋が古いか新しいかを見てさっきのね冬前に渡した巣だなとか、まあ、これは最近集めた蜂蜜だなっていうのがわかる。すぐ垂れてくるよね。うん、これは、うん、この梅の蜜だと思います。おー、太陽、これはこの蜂蜜がすごい入ってるね。あー、後味が爽やかな梅の香りで美味しいわ。これは人間が食べる用とかではなくて、ミツバチのこの数を増やすための蜜なんで取りません。ほら、このここら辺は花粉が入ってます。見えるかな、白にオレンジに黄色にいろんな花の花粉が入ってますね。タンパク源です。
は子供がいません。蜂の数が多いとはいえ、ここで多いからって言ってね、よかったって安心はできなくて、子供が生まれてないと、まあ蜂だってね寿命があるんで、なので今蜂の群が多いなーって思っていても、すぐにガクってね蜂の数が減ることがあるので、卵、子供がどれくらいいるかっていうのをね確認しなければ、この量たくさんいる蜂をずっとこの状態に保てなくなる。まあ、蜂もね、まあ、農業分類、職種で言うとね、農業の中のね畜産業っていう部類に入ります。畜産業って言ったら、みんな牛とか豚とか鶏とかも想像すると思います。まあ、に蜂もね生き物だからね、畜産業になります。この箱が牛だっていう風に考えると、蜂はその牛の細胞っていう考え方かな。ミツバチは細胞っていう、この細胞を、まあ亡くなる蜂がいて、寿命が来たら亡くなる蜂がいて、新しく生まれてくる蜂がいてっていう、細胞が破壊されてまた新しく生まれ変わってっていう感じで、ミツバチは細胞だっていう、まあ、考え方。この細胞たちを活発的に元気にするっていうことが、まあ養蜂家というお仕事っていう風な感じになるのかな。まあこの端っこはね花粉と蜜が多いゾーンなんだけど、この真ん中は子供たちがいるゾーン。ここら辺はね新しく生まれた子供っていうか幼虫がいて、この蓋してるのがもうさなぎになってる。まあ、こんだけ幼虫とさなぎがいれば、まあこの細胞たちはね破壊と再生を繰り返して成長していきます。こうやってね滑りながらやってるけどね、蜂にはあんまりこうやってね、まあ、お家をね屋根を、ね、人間もそうだけど屋根を開けられて変な大男が覗き込むなんてね嫌だよね。ちょっと順番入れ替えます。そうするとね、もう蜂をね、こう、なんだろう、開けまくってると、もうやめてくれよって、ちょっと怒っちゃうから。まあ、こっちは見てないんだけど、こっちも、まあ、同じような現象が起こっていると思います。これはもう経験です。あ、ちょっと今軽く締めときます。まあ今日はこの花粉の餌をね与えようかなって思ってて、これ、まあ、ホーリーバジルの花粉が入っている栄養価の高いと、まあ自称俺が勝手に言っています、栄養価が高い花粉の餌。今日の収穫はムダス、蜜ろう、これをねグツグツ煮て、油が浮いてくるんだけど、その油が固まるとロウが取れます。蜜ろうです。まあ蜂の巣です。
とミツバチの観察したいなって思って、まあ、休憩がてらちょっと一休みです。ホーリーバジルティー持ってきたからホーリーバジルティー飲んで、美味しい。休憩しながら、まあ、今音ミツバチが来るかなってちょっと音を今聞いてます。あとね、自分のね、妻のね、父ちゃんがね、鉄砲撃ちやってるんだよね。でね、鹿のね、鹿肉の燻製、これめちゃめちゃ美味しくて、これちょっとおやつにね、持ってきました。ミツバチは花粉がタンパク源だけど、俺はこういうのがタンパク源、タンパク源っていうか、まあ、肉。うん、ちょっと後ろでブン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 言ってるね。まあこういうお花をね見て、そのお花の味とかも感じれて、本当に素晴らしい職業だと思います。あー美味しい。もう日本酒とか多分最高です。味付け結構塩をねたくさん振る人たち多いんですけど、こういう鹿のジャーキーを作る人って塩分ちょうどよくて、でその燻製、まあ煙だからね、こうやって黒い色してるんだけど、おさっきここにブーンってのが分かったかな、ミツバチ来てますね。すごい美味しい。これは神奈川県の鹿かな？燻製器自分も買ったんで、片品でもねたくさん鹿がいて、まあ日光キスゲ黄色い花のお花畑がね午前ではたくさん7月くらいで咲くんだけど、鹿が食べちゃって、減ってきてるからね。まあそういうバランスって言った意味ではね、鹿を人間が食べてあげて、バランスの調整っていうのはしなければなとは思うんですけどね。まあ、山から取って作ったものがね、まあ、食べれるっていうのはすごい嬉しいですよね。やば、もう一個食う、ま、食べてちょっと休憩しますけど、ちょっと後ろの畑ちょっと見てきますか。養蜂園のね近くにね、このピンクの花、ヘアリービッチ、ヘアリービッチっていう名前で合ってんのかな、まあ、これも、あ、ミツバチいた、ミツバチいた。このお花にもね、ミツバチたちが来てますね。まあ、春はね、ほんとこういう木ではないお花にもね、ミツバチたちはね花粉や蜜を取りに来てました。ヘアリービッチに来てるね。あー、やっぱ俺が行くと逃げるな。あ、大犬のフグリの花粉を取ってる。俺が行くと逃げます。そりゃそうだよね。ほら、ほら、
ヘアリービッチと、あ、これ違う、さっきのあの俺がよく食べるって言ったあの蜜だね。なんだっけだ名前。あ、ほら大犬のふぐり言ってるね。まあ春のお花にはね、だんだん目が慣れてくるとね、いっぱいいるな蜜蜂。幸せだな、こんないっぱい花があってね。近づいてきてくれた。ミツバチはね、一匹のミツバチ一生涯にティースプーン一杯しか蜜を集めません。俺の足の真下にいる。やっぱりガサガサ動くとミツバチも逃げるけど、この植物たちと同様じっとしていればね、ミツバチも危ないやつだって思われないというか。綺麗な花が咲いています。今日はこんな日です。お疲れ様でした。